はい、どうも皆さんこんにちは。12月になり全くくくり罠で捕獲できなくなっていましたが、ようやく今月1頭目があそこに取れています。やっとです。それでは今から捕獲したいと思います。ここはこっち側に通しがあったんで、こっち側に来ているなということが分かりました。で、基本的に道路は素早く渡るので、渡って 1,2 メーターのところに罠を設置して、感づかれないうちに罠にパンと作動するように設置しています。絡んでませんね。で、ダブルジャンプくくり罠のため結構高い位置でくくれています。ここにこう通しがあって、ここに罠を設置しました。こういう竹の根があると結構掘りにくいですね。今回はウリ棒でした。今日もありがとうございました。今はこの踏み板とねじりバネの5個セットから販売しております。お求めは概要欄より、お電話、おメール、おファックスお待ちしております。